インコースは低めが強く外の球に対しては高めがかあのスムーズにバットが出るという考えがあれば、はい、ある程度やはりこう攻めるというかそういうコースは決まってくると思うんですがね。なるほど、うん、スライダーが投げるピッチャーであればインサイドにスライダーを打ってファールを稼げるわけですよ、はい、空振り、はい、ですから横の今見たら横の変化よりも縦の変化には結構こう弱い選手かなっていうイメージなんですよね。あそうですか、うん、今みたいな縦のカーブあるいはフォークボール系、はい、スライダーとかシュート系に関してはちょっとこうついてくるかなっていう感じはしますけども、はい、レフトへこれも大きい赤田が下がるフェンス際どうか入りました。変わった野上からリンデン2打席連続のホームランは第11号ですね。外寄りの甘い高めの球でしょ、緩いボールでしょ、はい、その前に大きなファールがありましたが、打ち直すようなバッティングでホームラン、6対4イーグルスがリードを2点に広げました。最後はこれチェンジアップですね。チェンジアップ高めに抜けてったでしょ、はい、今のホームランは打球がスタンドに入った時に球場の左側半分ライオンズファンからはどよめきが起きました。という感じの声が上がった西武ドーム。